はい、どうも皆さんこんばんは、モシンです。今日もですね、仮想通貨のビットコイン、イーサリアム、XRP、その他注目アルトコインが6銘柄とドル円の状況を見ていきたいと思います。今日が2023年の6月の9日金曜日、今が16時59分を回ったところです。皆様1週間お疲れ様でした。今日の仮想通貨市場ですけども、ビットコイン、イーサリアム、その他アルトコイン、なかなかですね動かない状況となっています。まあ来週にいろんなイベントを控えているということもあって、今は様子見ムードということなのかなと思うのと、まあコインベースやバイナンス提訴されて、やっぱり次の報道をですね待ちたいと、そういう風なですね状況となっているんじゃないかなと思います。まあ、その中で今日もねいくつか進展があったので見ていくんですが、ちょっとこれ本当なのかなみたいな、フェイクなのか本当なのかよくわからない情報がツイッターで拡散されています。はい、このあたり皆さんと一緒に見ていきたいと思います。このチャンネルでは仮想通貨関連、それから世界経済の動向をピックアップして、相場分析と戦略構築をやっております。毎日注目銘柄をピックアップして分析したりしていますので、ぜひポチッとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは今日の仮想通貨市場の動向から見ていきたいと思います。動画に入る前に1点だけお知らせで、バイビットがですねもう今年最高と言ってもいいぐらいのキャンペーンをね、今やっております。新規登録プラス MT4 口座をですね開設すると 100USDT のボーナスが入るということで、これボーナスだけで、稼いだお金もですね出金することができるということらしいですね。あと新規入金で 100% ボーナス、これ上限がね1700ドル、これも超でかいですよね。で既存のユーザーの方も追加入金は 30% ボーナスということで、まあ、MT4 のアカウントをですね作成するキャンペーンとなっているということですね。で MT4 と聞くとですね、ちょっとやっぱ難しそうだなって思われる方もいらっしゃると思うんですが、以前にですね、僕は結構詳しく、解説した動画がですねありますので、まあ、こちらを見ながらやるともう本当に簡単にですね解説することができます。でこのツイッターでも書いたんですけど、今後ねいろんな取引所がいろんなボーナスとかキャンペーンやってくると思うんですが、僕たちユーザーの基本スタンスとしては、このキャンペーンをうまく使いながら使って回っていくっていうのがユーザーに許された特権ですし、逆に利用していくみたいな使い方をですねするのが、僕は一番ユーザー目線でいくといいんじゃないかなと思っていますので、こんなこと言って怒られないから大丈夫かな、まあうまく使っていただければと思います。今日の仮想通貨市場はビットコイン369万ということで、ほぼ動きなしですね。イーサに関してもほぼ動きなし、25万6千円ということで 1% 前後のですね上下となっていて、まあ様子見ムードの状況が続いています。一方今日の株式市場ですが、日経平均は一気に反発しましたね。 1.9% の上昇ということで、3万2265円まで上昇してきました。まあ、昨日もお伝えしていたメジャー SQ ですね、この算出を通過した安心感が支えとなって買いが入ったということが言われています。それから昨日のアメリカの株式市場なんですけれども、主要指数は軒並み反発しました。これグローベズの朝分析なんですけれども、まあ、この反発した要因に関してですが、昨日新規失業保険申請件数が発表されたんですが、これが2021年10月以来の高水準に増加したんですね。なので労働市場は一応堅調さはですね維持しているものの、冷え込みの兆候がちょっと出始めたんじゃないかっていう、そういう認識がですね広がったということですね。やはりインフレを落ち着かすには雇用を抑えないといけないというところがありますので、まあそのあたりがねちょっと現れてきたんじゃないかっていう期待感から買われたということです。でその中で来週 FOMC が開催されるわけなんですけれども、今 CME グループのフェドウォッチによると、政策金利が据え置きになると、まあ利上げ停止になるっていう確率が 73% を織り込まれているということらしいですね。ちなみにその次の7月の FOMC での利上げの確率は 50% となっていて、まあ、今のところ6月の利上げ停止っていうのはほぼね織り込まれてきたような状況じゃないかなっていうふうに思っています。まあとはいえ来週 CPI も発表されるし、 FOMC でどういう結果が出るかっていうのもまだまだですね読めないところがありますので、やっぱりしばらくはですね、なかなかリスク取りにくい状況にはなるんじゃないかなっていうふうに思っています。今日に関しても重要な経済指標発表はありませんので、もう来週の火曜日の CPI にですね全注目が集まってくるんじゃないかなと思います。ちなみに6月13日は、品番文書のですね公開期限となりますので、リップル裁判に関する情報も要注意かなと思っています。今もうコインベースやこのバイナンスにの提訴によってですね、また有価証券問題、いくつかの銘柄がですね未登録有価証券だということでもう定義されてしまっているわけですね。そんな中でやっぱりこのリップル裁判への注目度っていうのは以前よりも増していると思いますので、やはり大きなインパクトを与える可能性があると、来週の、相場はですねしっかり警戒が必要かなというふうに思っています。じゃあここから仮想通貨関連のニュース見ていきたいと思うんですが、まずは1つ目、今日は、イーサリアムの話題からですね。イーサリアムの次期アップグレードデン君なんですけれども、重要性とメリットはということで、内容がですね発表されたんですよね。で今回の最も大きな変更点は EIP4844 という改善提案で言われているプロトダンクシャーディングという技術なんですね。でこれ何かというと、レイヤー2からレイヤー1へのデータ転送にかかるトランザクションコストを大幅に削減することができると、結果としてレイヤー2
数のトランザクション手数料を大幅に低下させる目的があるということなんですね。なのでこれによってレイヤー2の、いろんなプロジェクト、例えばオプティミズム、アービトラムなどのイーサのレイヤー2スケーリングソリューションの取引手数料を最大で100分の1までに削減することが可能になるということらしいですね。で、細かい内容に関しては僕も熟知していませんし、長くなっちゃうのでちょっと割愛しますが、まあ、将来的にはこのイーサはシャーディングっていう大きな括りの中でイーサリアムのチェーンのスケーリング問題を解決して、より早くより安く送れることを目指しているということで、1秒間に処理できるトランザクションの数ですね、 TPS って言われてますけど、これを数百万まで、処理することが可能になるっていうところを目指しているんですね。そこを目指す上でこのデン君のですね、アップグレード、プロトダンクシャーディングの実装っていうのは非常に重要なステップとなるということが言われていて、まあ、本当に1秒間で数百万のトランザクションを処理できればもうイーサ最強みたいなね、そういうチェーンになると思いますし、どんどんイーサでの開発もまだまだね進んでいく可能性ももちろんありますよね。まあ、その前のステップとなる今回のデン君アップグレードなんですけれども、一応2023年末までには、起動予定としていますので、まあ、今後もこれに向けて期待感っていうのはまたね高まってくるんじゃないかなというふうに思っています。はい、これが一つね明るい話題ということで取り上げさせていただきましたが、ちょっとねここからバイナンス関係いくつかね見ていくんですが、昨日ですねバイナンス US の、通貨ペアはですね大量廃止するという報道が出ましたよね。で、その後、バイナンス US がですね内容を変更してきたんですね。ちょっとそれ先にお伝えさせていただくんですが、今回の廃止に関しては、通貨ペアがですね BTC と BUSD のペア、これが廃止されるということで、かなりね限定された通貨ペアになったんですよね。一時は USDT のペアも全部廃止するということを言っていたんですが、今回 USDT ペアの廃止は取りやめたということらしいですね。一応この取りやめに関してはコミュニティからのフィードバックを受けて計画を変更したと説明しているということで、まあ、ちょっとこれも本当なのかなとか思ったりして、まあ、真意はね正直わからないんですけれども、まあ、今後訴訟がですね進展していく中でこれがねまた再燃するっていう可能性もありますので、しっかり注目が必要かなというふうに思っています。その中でバイナンス US、 今日またですね新しい情報が出まして、バイナンス US がアメリカドルの入出金を一時停止すると発表しました。これに伴ってバイナンス US における米ドル建ての取引市場の廃止、これとですね仮想通貨のみを対象としたプラットフォームへ移行する方針を発表したんですね。バイナンス US は顧客に対して6月13日までに USD を引き出すよう推奨したと。で、もし出金しなかったら勝手にステーブルコインに変換される可能性があるということらしいですね。こうなってくるともう取引所っていう感じじゃなくなってきますよね。なんて言ったらいいのかな、法定通貨で出金もできないし、法定通貨で買うこともできないみたいな、そういう取引所になろうとしているみたいな感じなんですよね。まあ、なぜこんなことになっているかっていうと、銀行がもう協力してくれなくなってきているんですよね。まあ、もちろんバイナンス US 提訴されてますので、そこにやっぱり協力するっていう銀行はなかなか出てこないと。むしろ協力した銀行も、まあ、もしかしたらやばくなってくる可能性があるので、みんなこう手を引いているということらしいんですよね。 SEC の法廷闘争が始まるとして、銀行がバイナンス US を放棄し始めているというニュースが今日入ってきています。まあ、すでにアメリカでもシグネチャー銀行だったりとかシルバーゲート銀行、これがですね大失敗というか、もう操業停止に追い込まれたわけですよね。まあ、その影響もあって今銀行がですね、暗号通貨取引所から距離を置き始めているということで、まあ、今後アメリカの仮想通貨取引所かなり厳しい状況になってくるんじゃないかなと思いますし、もう、アメリカオワコンみたいな、そういう状況になってもおかしくないんじゃないかなと思います。まあ、ここまで追い込むのはやはり SEC のゲンスラー委員長、相当な覚悟があるというか、相当強気な発言をね今日もしているんですよね。仮想通貨市場は詐欺師やペテン師、ネズミ講だらけだということで、ゲンスラー委員長は不正一掃の必要を強調しているということが今日のニュースでも入ってきています。で、ゲンスラーさんは、1920年代のアメリカの株式市場、この時に株式市場でもペテン師や詐欺師、ネズミ講だらけになっていたようなんですね。で、この状況を議会が証券法をちゃんと制定することで、株式市場を浄化していったっていうことをですね述べています。現在の仮想通貨市場も同じような状況になっていると。なので今のこの証券法を仮想通貨に適用することで、仮想通貨市場が浄化されるんじゃないかっていうことをですね言っているんですよね。まあ、この全部見るとどちらかというと、まあ、仮想通貨取引所に対して結構強いね、発言をしているっていう風な状況がよくわかるんじゃないかなと思います。その中でじゃあどういったものがですね、有価証券になるのか、どういったものは、商品になるのかっていう定義が全く曖昧な中で、全部これを適用すれば OK みたいな考えはちょっとねやっぱり無理がありますよね。特にやっぱりバイナンスとコインベースに対して訴訟を起こしてから業界からのですね厳しい批判にさらされているということもあってですね、今後のその SEC と、コインベースとかの訴訟ですよね、もちろんリップル社との、訴訟もそうですけれども、
もう超注目がですね集まってくるんじゃないかなっていうふうに思っています。その中でこのゲンスラーさん、ちょっと本当かどうかわからない情報が今日ツイッターで拡散しているんですね。この海外のアカウント、カポ WSB って言うんですかね、はい、これ一応9万人ぐらいいるねアカウントなんですけれども、この方がちょっと注目のツイートをしたんですよね。ブレイキングニュースということで、ゲンスラー委員長が市場操作の容疑で起訴されましたと。コインベースはゲリー・ゲンスラーがわずか48時間前に250万ドル以上の BTC ショートを行った証拠を提供しますっていうツイートをしたんですよね。これがめちゃくちゃ拡散されて、もうインプレッションだけでも478万、リツイートとか引用リツイートだけでも1万件ぐらいいっているということで、すごい勢いで拡散されたんですよね。続けて実際のところ、まあ、ゲンスラー委員長が内部情報による市場操作の容疑で告発されるのはこれが初めてではないと。2022年8月に遡ると複数の報道で、同氏が市場操作に参加した同様の事例が示されているが、なぜこれまでもっと明るみに出なかったのかという疑問が湧くみたいな、そういうツイートをしてるんですよね。でもしこれが本当だったら、さすがにちょっとやばすぎてもう言葉も出ないぐらいになるんですけど、ちょっとさすがにこれないんじゃないかなと思ったりはしますよね。第一、 BTC のショート、どこでショートをするのか、取引所に口座を持っているのかっていう話にもなってしまいますし、こういう状況の中でさすがにそこまでしないんじゃないかなって思ったりはしますよね。実際このツイートが拡散されているにもかかわらず、今日いろんな海外の情報サイトを見ましたが、これについて取り扱っているニュースサイトは一件もありませんでした。なのでちょっとこれはね、信憑性は低いんじゃないかなと思うんですが、まあ、いずれにしてもこういったね、今市場が混沌としている中で、こういうね、本当かどうかわからない情報っていうのはしっかり気をつけないといけないですよね。まあもし本当だったらやばすぎるので、また続報があればね取り上げていきたいと思います。最後にビットコインの情報なんですが、ビットコインちょっと今反発気味ですかね。その中で OI はねずっと下がっていっていますので、まあポジション量は減ってきていると。まあやっぱり一時的に高まっていたポジションがですね清算された後っていうのは、新規の動きがですね起きやすくなるわけですね。ここで清算された後にグーンと上がったりとかっていうことで、まあ直近の動きやっぱりね、まだまだこう動く可能性が高い相場環境にはなっているんじゃないかなと思います。はい、その中で今の板の状況なんですが、これもちょっとデータがね今おかしそうな気がしますが、一応売り板に関しては2万7000付近まで厚くなってますかね。で買い板に関しては、2万6100付近ですかね。ここまでが明確に厚くなっているんじゃないかなと思います。こういった外部環境を踏まえて今日の相場分析入っていきたいと思います。はい、じゃあまずはビットコインの日足から見ていきたいと思います。今のビットコインが2万6500ドルということで、まだこのボックスを抜けられないという状況です。ちなみにこのボックスの下限値に関しては2万6100付近です。さっき買い板が厚くなっていたポイントですね。で売りに関しては2万7500付近が引き続き意識されると。まあその前に2万7000ドル付近のこの重要な抵抗ラインなんかもですね意識されると思いますし、ちょうどその付近に20、100、50MA、 各種移動平均線がですね密集していますので、まあ、やはり短期的な動向を見ると、うわね重そうだなという感じはしますよね。一方で、まあ、下も結構固まっているので、なかなかやっぱ方向感はですね出にくい相場環境になっているんじゃないかなと思います。ちなみにもっともっと大きな目線でねちょっと今日は見たいんですけど、月足でちょっとね見ていくと、今回ですね、まあ、1月から上昇し始めて、1,2,3,4 本連続で陽線を出したということなんですよね。その後、まあ、2ヶ月連続でちょっと調整、気味になってきていると。これ一応、4年前の同じ時期を見ていくと、2019年の1月2月3月4月でずっとこう上がっていったわけですよね。上値を抑えられて、そこから停滞相場に入ったわけですが、最高値1万1000ぐらいですかね。で下に関しては6000ドル、まあ、この中でずっと1年以上動いたんですよね。でその後2020年の11月頃から一気に爆上げを行ったということで、ちょうどこれが4年後に起こるんであれば、来年の夏秋頃から爆発的に上がると。ただそれまではずっとこの狭いレンジの中で横ばいを築くみたいな、そういう相場になってもおかしくないわけですよね。ただここの時も、まあ、コロナショックで一時的に大きく下げましたが、それ以降は割とですね底堅い動きの中で、まあ、堅調に推移したっていう実績があるわけで、まあ、そこから考えるとですね、やっぱり どんどん暴落していくっていう相場はちょっと今の状況考えにくいんじゃないかなということで、まあ、2万5000ドルここがね明確に意識されているっていうのはこの直近の動きでも見ても明らかですし、もっと意識されているのはこの3万ドルですよね、はい、ここが意識されているっていう状況なので、まあ、この間で板挟みになって、しばらくですねこう停滞するっていう相場になってもおかしくない、まあ、そういったところもですね考えておかないといけないかなというふうに思っています。続いてイーサなんですけども、これ2日ぐらい前ですかね、こういう三角持ち合いを築いているということを言ったんですが、まあ、この中で今動いているという状況で、まあ、三角持ち合いが意識されてというよりはもう動かないという状況になっているんじゃないかなと思います。その中で一旦そこを試してから、この安値はねまだ割っていませんので、1823
30付近のこの、サポートラインですね、これは非常に強いということが今のところ示されているんじゃないかなと思います。ただまあ4時間足レベルで見ると、まあ、上にはですね移動平均線が乗っかっていますので、まあ、下も硬いんですけど上も重いという状況でなかなかやっぱ方向感は出にくい相場かなと思います。どちらかというと高値がねこう切り下がっている状況も確認されますので、一時的にこういう風にですね、ぐっと抜かれると、抜かれて1700後半ぐらいのところまで落ちるっていうシナリオは、まあ、考えた方がいいかなという風に思っています。ここからね一旦下に方向感切るんであれば戻ったところを売りたい、相場になるかなという風に思っています。一方で XRP は今日ね若干上がってますね、52セントということでまだこのね50セント台で横ばいを続けていますが、これもあの昨日の見立ての通りですね、来週のヒーマン文書公開まではまあおそらく期待感があってこの辺りで停滞するんじゃないかなというふうに個人的に思っています。まあ、しばらくは横ばいかなという感じですね。その中で体のに関しては下げ幅をですね拡大させていまして、今が31セント、まあ、言っていたこの30セント付近までですね、順調に下がってきたという状況となりました。おそらくここを抜くっていうのはひとまず可能性低いんじゃないかなと思っていて、まず短期的にですねショート勢もこの辺りで利確して、逆にここで逆張りのロングも入ってきたりとかしながらですね、一旦ここで、下げ止まる展開になるんじゃないかなと個人的には予想しています。ただ今ですねここから移動平均線がぐっとこう下に下がってきて本格的な下落トレンドが開始してもおかしくないという状況になってきましたので、ここから上値が重たい展開 しばらく続く可能性は考えておかないといけないかなというふうに思っております。で同じように BNB、 もちろん BNB に関してはですね、大きく下がったということで、まあ、250ドル、まあ、以前のねここのサポートラインですけど、これもまあちょっと割ったような、ところまでですね下がってきています。まあ、これに関しても一応ボックスっていう見ることができるんですが、まあ、ボックスのこの最後の方で移動平均線ミッションを下抜けたと、しかも上に何回も行こうとした後に下抜けたっていうインパクトは結構僕はでかいんじゃないかなというふうに思っていますので、短期的に反発した相場はまだ売り叩いていく相場、そういうふうな状況かなと思っています。その中で GXE に関しては、まあ、強い相場をですねずっと続けていたんですが、まあ、今日はちょっとね下がりましたかね。今が11セント付近、まだまだですね、まあ、高い付近で動いているという状況となっています。まあ、移動平均線がパーフェクトオーダーの形を作っていますので、まあ、強い上昇トレンド中だということは言えるんですが、まあ、この上昇トレンドがちょっと横ばいに変わるかどうかを示唆するポイントとしてはやはりまあ20エメとかですね、これを割り抜けるとちょっと上値が厳しくなってくるんじゃないかなと思います。ちなみに今ですねここの12セント付近の水平線、これを割るかどうかっていうところでですねずっと攻防がされていると、まあ、それだけここのラインっていうのは意識されているんじゃないかなというふうに思います。なのでしばらくここでね価格を停滞させればですね移動平均線が追いついてきて、そこからまた上昇トレンドを開始するっていう可能性は十分ね考えられるんじゃないかなと思うんですが、ちょっとここまでですね上髭が大きく、つけられると一時的に上はですねちょっと厳しい相場にはなっているんじゃないかなというふうに思います。なのでまあ短期的にはこの10セント付近をですね守れるかどうかですよね。ここのライン、はい、11セント付近ですかね、はい、ここのラインを守れるかどうかに注目が集まってくるんじゃないかなというふうに思っております。それからソラナに関してもここの20ドルを明確に割りましたので、また続落ということで今18ドル付近、これはもう以前から言っている通りここの最安値、まあ、17ドルとか、その下のですね14ドル付近、ここまで落ちても全然おかしくないということで、まあ、引き続き売りがですね先行していくんじゃないかなというふうに思っています。ライトコインに関しては半減期期待ということで、まあ、7月にですね例年上がっていたということもあるので、まあ、今のところ堅調なね動き方になっているということで、ただし今三角持ち合いも作っていて移動平均線も完全に密集していますので、まあ、次の動きはですねかなり大きくなってくるんじゃないかなと思います。ただこれ密集ポイントがですねもう7月とかになってくるので、まあ、それまでにね100ドルを抜けられるかどうかっていうところが注目のポイントかなと思います。まあ、直近見ると85ドル付近っていうのはかなりねサポート力強くなっていますので、まあ、割と底堅い動きの中で横ばいを作っていくと、まあ、そういう風な環境かなというふうに思っています。続いて GRT グラフなんですけれども、こちらはですね、僕が狙っているここの10セント付近に向けて、まあ、ダラダラ下がってきていると。これもまあ今のところ規定路線でやっぱり10セント付近まで落ちるんじゃないかなと思っています。で10セント付近に関しては直近でも、かなりサポートとしてもレジスタンスとしても機能した、ポイントになっていますので、ここで買いが入ってくる可能性は、まあ、十分にあるんじゃないかなと思います。これ抜けると最安値付近、5セント付近になりますので、まあ、こことここで買っていくみたいな戦略が立てやすい状況なんじゃないかなというふうに思っています。続いて DYDX ですけども、こちらも、言っていたここのですね 1.8 ドル付近のサポートラインに向けて、まあ、じりじり下がってきているという状況かなと思います。まあ、こちらも今のところ目線に変更はなくて、一応ここのあたりは底堅い動きで、上値を試す可能性もあるんじゃないかなと思うんですが、まあ、これ抜かれたら次ですね史上最安値水準1ドル付近になってくるということになりますので、まあ、このあたり戦略立てながらですね拾っていく相場じゃないかなというふうに思っています。もうちょっとね僕は待ちたいかなというふうに考えています。じゃあ最後ですねドル円の状況なんですけれども、今日はドルがちょっと買われて 139.5 ということで、
若干反発してきましたが、昨日から言っていたここのボックス相場まだ崩せれていません。引き続き移動平均線も密集していますので、まあ、大きく動きやすい状況ではあるんですが、まあ、来週のいろんなですね経済指標発表とかを踏まえて、しばらくはですねこのレンジの中で狭い動きを展開させていくんじゃないかなっていうふうに個人的には思っています。この140円のところがねちょうど抵抗ラインになっていますので、これ抜けたら一気に142とかまで急進する可能性があるかなと。まあ、いずれにしても移動平均線密集しているのと 200MA とかも、まあ、週末にかけてですね近づいてくると思いますので、週明けぐらいからですね大きく動く可能性は考えておかないといけないかなというふうに思っています。ということで今日は、8通貨とドル円の状況を見ていきました。まあ、一応上値が重たい状況、そして下も硬い状況っていうのは示唆されているんですけれども、まあ、来週大きく動く可能性がある中で、ちょっと今週に関しては一旦ポジション調整というか短期的なリスクオフになってもおかしくないんじゃないかなというふうには思っています。そこまで大きく動かないとは思いますが、いつ大きく下がってきてもいいようにやっぱり下で買える準備をですね、今のうちにしておくべきなんじゃないかなというふうに個人的には思っております。ということで今日の動画はここまでにしたいと思います。1点だけお知らせで、今週の日曜日にですね、僕が開発した MOS っていう取引ツールがあるんですけど、これをですね、まあ、プレゼントする動画を上げさせていただきたいなと思っています。一応僕も MT5 をねずっと使ってきた中で、この機能あればいいな、この機能あればいいなみたいな、そういう便利ツールですよね。 いわゆる自動売買ではないんですけど、自動で決済してくれるようなツールがあればいいなっていうのを盛り込んだ、そういうシステムになっています。今回これをですね FXGT の、ユーザーの方にですねプレゼントしたいと思っていますので、まあ、日曜日の動画で詳しく解説させていただきたいと思いますので、 FXGT で MT5 使って為替も、為替通貨もガンガントレードしていきたいっていう方はですねぜひ、楽しみにお待ちいただければと思います。ということで今日の動画はここまでにしたいと思います。皆様良い週末をお過ごしください。最後までご視聴いただきありがとうございます。